7月12日のケリヒメスイーツ、木曜日なので更新がありました。今日のスロットは何だろう。今日も無料で1回引けるぞ。ガチャに関してのおまけに関してはどうでもいいです。姫とおかしなマテリアル工場、季節とかは別に関係ないね。で、新しいステージがっていうやつは、あれはまた別だね。8月って言ってたし。ドレス作成に必要なドレスやアクセサリー、材料、アイテムなどがたくさん。で、ゲリラボスステージ、ポチャリンチ、これは1日1回与えたダメージに応じてアイテムドロップ。あれか、何回もチャレンジして削っていく系か。どうせクリティカル軽減とかあるんでしょ。で、プカプカラッシュは使い回し。トレジャーシップ、7月のまたなんとかオーブだかドームを集めて、その個数に応じて報酬ゲットって感じか。秘蔵図書館、まあまあいいやつだね。覚醒色持ってない人はやったらいいかも。変なの、アクセサリーかなあれは。で、今回したいスロットは特にないんで、プレチカはこのまま持っておきます。あれだね、七夕系のイベントがなくなったからさ、宝船の数がすげえ少なく感じるね。まずどっちからやろうかな。ゲリラボス行ってみっか。どうせ軽減でダメなんだろうけど、どこまでご利用せるか。まずはやってみて、確かめてみろ。食べられる？食べよう。30。しかもグーか。バーケで貫きがあれば。まあでもこういうね、ボス系の体力だと。ちょっと待てよ。激しずくの方が、まあ攻撃力は劣るけど、そのままダメージがいく。まあでもそんなに減らないか。まあ潰される。めり込む。まあ強戦士はヒット数が多いから、それで破壊しちゃえばっても感じもあったけど、こうやって毎ターン少しずつ、またバリア張るのは鬱陶しい。もうちょい手前で打てばよかったかな。そうすればバリアが手前の強戦士にも行ったのに。そしてカウンター、もしこの位置だったら次のターンはバリアいけそうだね。で、クリティカル軽減はなかったので助かりました。サークル団長、違う、サークル団長じゃない、サーカス団長とか、あとは宇宙船長とかで押してもいいかもね。まあこいつはそんなに目立った特徴はないから、とりあえず強そうな手持ちのやつでご利用しておけば、そのうちやっつけられますよっていう感じでしょう。そこまで難儀する相手でもないかも。強いキャラ持ってなかったら、助っ人 NPC でパー系のやつが来たらご利用せばなんとかなるかな。爆弾やっつけてくれ。手前の爆弾の方が怖い。よし、あと22。まあ期間内に削り切るのは難しくないでしょう。よいしょ。で、激しずくが単発なので氷ブーストがどんくらいいくかな。エミリア自体は振り属性なんで、そんな変わんないか。大して効かないけど。よしよし、10減らせれば十分でしょう。シャレじゃないぞ。で、もう一つイベントというか新しいステージやってって感じかな今日は。激しずくのこのバリアがいい味出してるね。こういう強
強いやつと戦うときにはありがたい。でコンティニューとかはなく、もう普通にリザルトに行っちゃう系かな。これはとセリフが合っていない。うん、半分ちょっと減らしたね。いいねいいね。よし、あとは残党。このカウンターいいっすね。コンティニューはプレチケのみなのでやりません。うん、割とダメージ与えたからまとめて報酬が来ましたね。でもってこちらですね、姫がかわいい右上の絵の姫とおかしなマテリアル工場、チャーリー以外とマテリアル工場。チャーリー以外だからね、チョコレートはないっすよ。大冒険の始まりだ。この BGM か。あ、初回だからちゃんと王冠取らなきゃかな。まあ1個目だから大丈夫でしょう。割と好きこの BGM。なったから届くでしょう。この分だと多分ね、敵の強さは大したことなくて、素材を集めるのに周回するステージっていう印象かな。よく見た形の色違い。あ、そういえばなんか新しいボスがあるっぽいんだ。あとでケリ姫ツイッター見せるね。新情報は回だった。よくやったわ。交換は問題なく。熱血の布、なんか布っていいイメージ持ってないんだよな。やたら枚数必要になるっていう。でよいしょ。あー、こんなタイミングで探索から。探索も割といいもん出るようになったよね。で、ここじゃない攻略情報。しゃあ、ついた。なんか珍しくね、情報アカウントみたいなこと出してた。ほら、新しいボス。左のはなんか見たことあるやつの色違いだけど、右のやつは新しい系かなっていうね。まあ更新を楽しみにしてましょう。メンテナンスのお知らせ、ああこれはもう今日だね、やったやつ。違う、これ来週か。今日は12だから、うん、イベント準備のため。ほう、じゃあその後に、うん、なんか大きめのイベントあんのかな。なんだこら。なんだおすすめユーザーがさ、あのクソしかないじゃないか。まあ、ログインしてないから。ログインしてたら、その人のなんかよく見てるツイートとか、フォローしてるなんぞかん、その、情報から引っこ抜いて、それっぽいのが、ね、相互フォロワーから導き出したおすすめユーザーとか出たりするけど、本当にただの広告が出てたね。よし、じゃあ今日はこれぐらいにして、明日は、うん、大丈夫、ある。じゃあ、また明日。